はい、ポルセナの図書館にやってきました。イベントマークになってますね。どうしたんでちか？この本ちょっとおかしいでちね、光ってる。もしやそなたらわしのことがわかるのか。普通の人に光ってるように見えないのかな。本が喋った。わしの名はグランクロワ、かつて大魔導士と呼ばれた男だ。今世界に大きな危機が迫っておる。その名は大魔女アニス。あの大魔女アニスが復活したのだ。アニス誰でちかそれは。ね、マナの女神あるところに偏在する古の魔女。かつてこの世界に最悪をもたらした存在よ。へえ。やつは魔界の扉を開き世界を滅ぼそうとしておる。その大魔女アニスに立ち向かい得るこの世に唯一の方法、それがわしの生み出した最高のクラスチェンジ、クラス4だ。クラス4。クラス4だと。どうかクラス4へとクラスチェンジし、大魔女アニスを倒してはもらえんか。この世界を滅びから救うために。世界が滅ぶなんてダメでち。シャルロット、クラス4になるでち。なかなかパワーワードだね。クラス4へとクラスチェンジするためにはまずあるアイテムを手に入れねばならない。それは希望のオーブ。希望のオーブ。慈愛のオーブ。慈愛のオーブ。信頼のオーブ。信頼のオーブ。そなたらは不思議な星のもとに生まれておるらしいな。それぞれのクラスチェンジアイテムはどうやらそなたらに関わり深い場所や人物から手に入ることになるようだな。なるほど。どうか頼む。世界を滅びから救うため何としてもクラス4となり大魔女アニスを倒してくれ。クラス4。シャルロとクラス4になるでち。なかなかパワーワードで可愛い。私に関わりの深い人物、もしかして父か母の。このリボンは母の形見。うん、まさかこれがクラス4への。いや、どうやら違うようですね。オーブって言ってるしね。別の品があるのかもしれません。行ってみましょう、ローラントへ。ローラントから行くんね。みんなに関わりのある場所か。早速向かってみましょう。わかった。まったりやるわ。ねえリース、慈愛のオーブについて心当たりはあるの？ええ、両親と親しかったアルマなら何か知っているかも。うん、待って、すごい久しぶりにここに来れる。宝箱取ってないから宝箱取りたいです。多分なんだけどね、あそこの宝箱取れない気がする。なんかこっから先は何人たりとも通せませんって言われちゃって。で、アロマさん。あら、リースお嬢様、いかがなされました？ねえアルマ、慈愛のオーブという言葉に心当たりはないかしら。例えば父の形見や王家に伝わる大切な品のような。王家に伝わるですか？あります、あります、心当たりが。以前ジョスター様から即位の折に戴冠の儀式を眠りの花畑で行ったと聞きました。眠りの花畑で？何でも眠りの花畑にはローランと建国の前より受け継がれる大切な道具が安置されているのだとか。へえ。その道具の名が慈愛のオーブ。まんまじゃん。リースちゃんやるものでち。無駄足にならなくてよかったぜ。そうですね。ではお二人とも早速眠りの花畑へ向かいましょう。うん、そうね、リースちゃんって名前呼んだね。あとボイスってどんぐらい取ってんだろうね。すごいね。よいしょ、眠りの花畑にあるって話だけど、ありそう。父は
ここで戴冠の儀式を行ったとのことですが、うん、慈愛のオーブは一体どこにあるのでしょうか。ねえ、散々ここに来てるだろう。起きてないか。眠っちゃうから。何？敵系？これは蜂？何の気配だ。何？何か来るぞ。女王蜂？何？まさかこんなことになるなんて。何？でも慈愛のオーブは父の、そしてローランとの誇り。私は諦めません。あ、戦う感じ？えらい可愛いけど、ポケモンに出てきそう。おお。そう、あなたの槍を使うのです。ああ、なるほど、確かに。アマゾネス軍のリーダーとしてこの戦い必ず勝ってみせます。あ、ごめん、忘れてた。え、なんか待って、ごめん。あのさ、まあ、レベルはだいたい似てるような感じじゃん。けど、まさか大丈夫ですか？マインドアップ。ほらの。あー、当たったか。なぜ当たらないと思ったか、逆に。待って、そっちに避けちゃダメですよ。ヒールダイブした。どうがいいかな、崩壊がいいかな。結構大変。はい、ちょっと待って。参ります。よかった。超無言。あ、死んだわけじゃない。かえって、あ、これじゃない。慈愛のオーブ、あれは何でちか。綺麗でち。もしかしてあれが慈愛のオーブじゃないのか。ね、あの子、慈愛のオーブを守ってくれていたのかしら。ね、そうとも取れるね。だとしたらちょっと悪いことをしてしまったかもしれませんね。リースちゃん、気にしないでち。あの子の怪我、大したことなかったでち。ほんと。リース、そんなことより本当にあれが慈愛のオーブなのか確かめてくれよ。はい。これはまるで父と母の心が伝わってくるようです。私を思ってくれている心が。うんと、へえ、あったか。あら、それにお母様も。お母さんも美しいや。大きくなったわね、リース。あなたずっとエリオットの母親代わりをしてくれているそうね。あなただってまだまだ子供なのに。リース、本当に感謝しています。わしの力が及ばず、お前に大きな荷物を背負わせることになってしまった。リースよ、すまない。そんな、私は辛いと思ったことなど一度だってありません。そう言ってくれるか。リース、ごめんなさい。私たちはもう行かなければならないの。くれぐれもエリオットのこと頼みましたよ。二人一緒に。いつも良き風の吹かんこと。お父さんたちも元気でっていうのおかしいけど。お父様、お母様、心配なさらないで。私はお二人の娘として、ローランとの王女として立派にやっていきますから。そうだね。見ていてください。
見ていてください。伝わる慈愛のオーブ、うん、これで私もクラス4になれるのですね。ね、クラス4。お待たせしてすみませんでした。さあお二人とも参りましょう。はい、なんかノリで私ここに来たけど、そういえばジョスター、ジョスター王から調理時全員の回復 EP も EP だっけ MP だそれはでかいぞ。今確かにつけてるんですよ、エンドヒール。これをね 5%か 7% か、エンドヒールと重ね掛けしたらもっと回復するかもしれないけど、 MP はでかいな。父の祈りをつけましょう。なるほど、これでクラスチェンジできるんかね。何の気なしにこっから来たけどシャルロットが一番最初が良かったんじゃないのかが若干。ちょっと見てみよっか。各地マナストーンが壊れてるからマナの聖域に来るしかなくって、でも一本道で来られなくって地味に大変っていう話なんですけれども。誰がクラスチェンジするの？はい、リースさん行けますか？さあクラスチェンジできるかやってみましょう。うん、つまり今私光ルートに行ってるんだよね、リースね。クラスチェンジ、あーそっか、もう固定か。なるほど、光ルートか、闇ルートでクラス4が決まるって感じかな。バナディースの耐久力とスターランサーの支援能力を合わせ持つ最高位クラス2つっていうこと。パーティーを安定させ勝利を盤石にする。ミーティアっていうちょっとスカートチックな感じですね。紫から橙色に光ね、完全に光さん必殺技使用時回復、必殺技が転生層、隕石を落とす。わお。めっちゃ上がるじゃん。じゃあ行きますか、リースさん。クラスチェンジクラス4。紫好きだったけどね。あ、究極の女戦士。ああ。なんかなるほど。これをやればもらえたトロフィー。なんか育ちきるみたいなトロフィーだったよね。いいじゃんいいじゃん。すごい好み、女戦士って感じがする。カブトのさ、あの羽っぽい感じ、ドラクエとかですごい好きだから。はい、参ります、参ります。おお、いいねいいね、いいじゃないリースさん。お母さんの形見は常に右手に、嘘で左手に。リボンもすごい綺麗だね、シルクっぽい。フォークアイも楽しみだな、シャルロットも楽しみだし。よし、じゃあ次シャルロット行こうかな。妖精王のおじいちゃんなら何か知ってるかもでちね。しもべたち早速行ってみるでちよ行ってみるでちよ。妖精王のおじいちゃん。おお、シャルロットや、帰ってきてくれたのかい。シャルロットおじいちゃんに聞きたいことがあるでち。ああ、何でも聞いておくれ。シャルロット、お前の役に立てるなら、わしはどんなことでも力を貸すよ。優しい。おじいちゃん、希望のオーブって知ってるでちか？どうしてその名を？そうか。シャルロットや、お前はわしが思っていたよりずっと世の中の多くのことを知っているようだね。希望のオーブ、久しく聞かなかったなじゃの。それはな、シャルロット、リロイとシェイラが種族を超えて結ばれるために使った秘宝なんだ。あー、へーパパとママの遠い。わしはあの悲劇が繰り返されぬよう、希望のオーブをワンダーの樹海の奥深くへと封印したのだ。なるほど、ワンダーの樹海でちね。希望のオーブなど
今さら何に使うつもりなのじゃ。シャルロット、お前まさか好きな人ができたでち。いや、わしはお前が望むことを止めはしないよ。本当、かつてはそれが悲劇を生んだのじゃからな。へえ。ただせっかくリロイとシエラが授けてくれた命じゃ、大切にするんだよ。うん、わかったでち。シャルロット、命は無駄にしないでち。かわいい。希望のオーブを手に入れたらここに戻っておいで。わしの施した封印を解き、再び使えるようにしてあげよう。では気をつけて、くれぐれも命を大切にな。なんかよそいすぎて逆になんか申し訳なさというか、なんて言うんだろう、この心現れる感じ。わあ、なんだろうな。よし、行くか。何か気になることでもあるのですか？そりゃ思うことの一つや二つあるよな。パパ、ママ、ううん、なんでもないでち。さあ皆さん行くでちよ。なんか二人が気を使ってくれてるのがすっごい嬉しい。すっごい嬉しい。というわけでワンダーの樹海に来ております。突然喋り出してびっくりしました。こんなんあったっけ、前もあったっけ、なんか似たようなやつ。あーあーあー、奥に来てくれるやつか。そっかそっか、そんなんあったね。これで採用に来ちゃった。なんでしょうか、あの光の玉は。どうやらあれが目的のお宝のようだな。これが希望のオーブでちか。うわぁ、めっちゃ震いとる。 何が起こったでちか。わ、だ、なん、ゾンビ。ゾンビかしら。なんかあんまり良くないゾンビだったら嫌だな。おそらくその光の魔力に呼び寄せられてきたのでしょう。二人とも気をつけてください。コントローラーめっちゃ震えて酔いそう。これはパパとママの大切な思い出でち。うん、誰にも渡さないでち。シャルロットが守るでち。そうだね。シャルロットにお仕置きされたいならかっ、かかってくるでち。かかってくるでち。頼んでサメサメしてやるでち。そうだね。プロジェクトアップ。なんか思いのほか入ってるじゃん。これ何もらえてよかな。あ、てか待って、この上があったね。使っちゃったけど。使っちゃったもん。まだ上に行くようになったのかな。あ、待って、ピンクルリン。うわ、待って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 、二人とさダメージの差がすごいんですけど。うわ、なんだその技。あ、毒になっちゃったよ。ピンクルリン、当たるね。パワーアップが切れてるっていうか、下がる。アップした。もう一回やる。ケイン。ワン増えた。オーケー、任せな。ルナティック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 。お別れだよ。よそ見してちゃダメだぜ。ケイン。どうだい？どうだい？綺麗だったのに。油断してた。待って待って待って。オーブナオブナ。ティンクルレイン。オッケー。分かって。相手が悪かった。まだです。シャルロット下がってんな。てか、バフがなくなってるな。
まあ、こんな感じで戦おう。そろそろ勝つぞ。よし、使ってみようか。ほい。いい風が吹いてますね。おお強い。当然の勝利だ。喜ぶほどのことではね。いやー大変だった。もう毒と攻撃力下げてくるのが大変でした。やったでち。やったでち。パパとママの思い出を守ったでち。うん。パパ、ママ、シャルロットはやったでちよ。やったでちよ。あ、これは。パパママ。そこにいるのはシャルロットかい。シャルロット。シャルロットなの。パパ、ママ。本当にパパとママですか？シャルロット、よく顔を見せておくれ。ああ、シャルロット。パパ、ママ。シャルロット、よくお聞き。僕たちはもうこの世にはいない。お前に見えているこの姿は、禁じられた呪法を使った時に希望のオーブに吸収された僕たちの命そのものなんだ。体のない私たちはもう消えなければならないの。あなたを抱いてやれない私たちを許してね。シャルロット、そんなこと思わないでち。パパとママの声が聞けただけで、パパとママに会えただけで、シャルロットは、シャルロットは。そうか、シャルロット、お前は僕たちの信じていた通り優しい子に育ってくれたんだね。シャルロット、愛しているわ。ああ、シャルロット。私は後悔したことは一度もない。あなたを埋めたこと、本当に幸せだったのよ。私たちはいつもあなたを見守っているから、いつも見守っているから。シャルロット、愛しているよ。シャルロット、シャルロットいい子だね、本当に。頑張るでちぃだね。あ、夜。もしかしてこのお墓は、うん、パパ、ママ見守ってくれてるでちね。シャルロットは大丈夫でちよ。ひいさい。ディオールに着いたら突然今のイベントでした。セーラのお墓、リロイのお墓、ね、ちゃんとお花も新しいしね、ちゃんとお供え物されてるのね。おお、シャルロットや、無事帰ってきたんだね。希望のオーブを持って帰ってきたでち。うん、さあ、封印を解いてあげよう。これで再び希望のオーブは使えるようになったはずじゃ。
なるほどね。わしが反対などしなければ、あの二人はもっとずっと幸せに暮らせたろうにの。おじいちゃん、それは違うでち。パパもママも幸せだったでち。誰に反対されても一緒だったから幸せだったでち。そうか、そう言ってくれるか。お前は本当に優しい子じゃな、シャルロットや。愛しているよ。いつでも好きな時に帰っておいで。わしは待っておるからな。うん、わしの愛しい孫シャルロットや。いや、帰ってくるところがあるって嬉しいね。これでシャルロットもクラス4になれるでち。楽しみ。今シャルロット闇ルートかな。はい、何もらえる？おー、でっかいね。シャルロットもいいけど、ホークアイもありだわ。ホークアイもね、何気に結構 MP 使うんですよね、使うときは。このポイズンバブルとか19だしね。ルナティックも何気に11減ってるしね。でもシャルロットかな。シャルロットね、積極的に使ってるからね、あの CPU の方が。つまり、あ、そっか、あ、そっか、下2個あったわ、忘れてたわ。その時につければいいか。なるほどね。で、あと考えるわ。ほい、来ました。え、待って、これ可愛くないですか。可愛くないですか。闇ルートですね。カオスメイカー、ネクロマンサーの攻撃力とイビルシャーマンの妨害能力を備えた最高位クラス。敵を弱体化しつつ状態異常を付与することで戦況を優位に預ける、傾ける。これさ、ホークアイの私の状態異常の敵には攻撃力が上がるっていうのと相性がとてもいいですね。ドロドロ。わお、めっちゃ上がる。なんだっけ、ネクロマンサー、ネクロマンサーの攻撃力が備わりました。ほい、じゃあクラス3はそんな悩む必要、まあそんなことはないか。途中が楽しめたしね。究極の聖職者、聖職者、かわいいゴシック系に、どやー。おい、はーい、